しない。計算通りだ。少しなんとかならんのか。うん、アホと見られるといらぬ厄介事を招く。今はお前しかいないだろう。それに俺は本物のアホだ。今はそうやってほうけた真似もいい。だがお前のその大気、直に天下を受け止めることになろう。相変わらずだな。買いかぶるなきって。師匠、お前の器必ずや目覚めさせてやる。どんな手を使ってもな。陣らしい陣もなく、策らしい策もない。これで勝てってのはひどいな。やる気か頭が足りなさすぎる。ま、俺が言うのもなんだけど。これが戦と陣と呼べるものか。ただ兵馬を並べただけではないか。そうそう、やはり愚物か。敵は国の外だけではないようだな。曹操はかつて旦那様のもとにいた無能。それが今や大将軍なんて。いよいよ葬儀も朽ちて倒れる時かしら。こんな布陣で勝つつもりだなんて笑えない冗談ね。芝居殿もこの場にはいらっしゃらない。私たちで何とかできればいいけど。いやいやいや、なんだろうなこの感じ。ケツの座りが悪すぎるぞ。宗師の大将軍があれだもんな。そりゃ宴席のうちも風当たりきつくなるか。でも本当このままじゃまずいな。お前が火事か。各将軍のご子息だそうだな。俺のことは結構。それより曹操殿。ん？なんだ。申してみよう。この戦、ありえぬ様相なのがわからないか。何を申すか。このアホ二歳目が。大祖曹操の代より。葬儀の戦は覇者の戦。正面から敵を破るこそ覇者の道よ。お前はただ私に従えばよいのだ。分かったか。分かったならば行け。代を経れば志も失われるか。どうなっても知らんぞ。進め。大聖山にこもる職業を一掃するのだ。曹操が無能なのは分かりきったこと。自らそれを証明するとは、どう苦労なことだ。戦は知略でするもの。取り知るがよい。私の知略が破れようと。敵将を討ち取った。意識でひるんではならぬ。敵を討ちさえすればよいのだ。進め。伝令、敵の奇襲部隊が現れました。狙いは本陣とのこと。こんな簡単にかかるとは拍子抜けだね。でも手加減はしないよ。それでいい。
のような策に私が引っかかるとは。申し上げます、タイロの橋が敵に落とされたとの報告が。橋が落とされただと。しまった、俺らは全て敵の罠であったか。絵に描いたような人物よ。ここは義を立てた武帝たちの役場。もはやこの戦勝ち目はない。速やかに退路を確保して撤退するぞ。